ジェームス・ハヤットは、アメリカ合衆国出身のカトリック、東京教区司祭、元ミリノール選挙会会員、選挙番組、心の灯火の創始者。1922年、アメリカ合衆国の間保守ウォラスで生まれる。1949年に司祭に上会された。同年8月に来日。1950年に、京都府京都市のカトリック、 河原町教会の助人主催となる。1952年、カトリック前記牧者の会を創設し、心のともしび運動を始める。1957年、ハヤット神父は取材を投じ、ラジオ、京都放送で、ラジオ版、心のともしびの放送を開始。そして、放送費用を確保するために、半年の休暇を取り、アメリカ合衆国へ帰国。 故郷のシアトルにある教会をめぐり、援助会員を募集し、献金を集めた。1958年には選挙活動の一環として、イブウェイ会話学校を開校した。1964年、クレアム・マクドナル神父が、心の灯し火運動に携わるようになる。数本の映画を制作し上映。映画、意義ある人生は、宮内庁でも上演され、テレビ映画、六人十脚は、 第28回ベニス映画祭で、児童映画部門1位となった。ラジオ、京都放送の社長から、外国のタレントの招聘を依頼され、アメリカ合衆国のボーイズタウン合唱団や1966年には、イギリスのハーマンズ・ハーミッツを来日させた。心の灯火運動主催での日本のオールスター、チームとの試合を実現させたいとの手紙が、外国の有名な野球選手から届き、 当時、放置新聞社社長で、読売ジャイアンツのオーナーであった、勝力ルと面会する。1966年、勝力の協力により、日本テレビで、テレビ版、心のともしびの放映を開始。この頃から、マクドナル神父と共に、全国の協会をめぐって、心のともしび運動への活動支援の協力を、願うようになる。1972年、テレビ版、 心のともしびの企画で初の聖地巡礼団を募り、バチカンで教皇パウロ6世に越見した。1974年、心のともしび運動を継続させるために、マクドナル神父と共にメリノール選挙会を大会し、東京教区の司祭となる。1981年、教皇ヨハネパウロ2世が来日した時には、テレビ版で特別番組を制作した。 2002年、ハヤット神父が開始した心のともしび運動のマスメディアによる宣教活動が50周年を迎えた。2009年1月14日、京都市上京区の病院で死去。ありがとうございます。